さよなら天才。さっきから引退の波が押し寄せている欧州サッカー界ですが、先日また一時代を築き史上最高のドリブラーの一人と言われた男が現役を去る決断を下しました。トルガンの兄エデン・アザール、自らボールを持てば圧倒的なドリブルスキルで相手ディフェンス陣をキリキリ前にしてしまうとんでもない選手であり、その右足からは多くのチャンスが生み出されてきました。不摂生、サボり症など様々なイメージもありますが、今回は人間味あふれる魅力的なアザールの人生を振り返りたいと思います。最も輝いたリール、チェルシー時代から失意のマドリー時代まで順に振り返っていきますので、アザールが好きな人はぜひ見てください。それでは早速どうぞ。2010年代の欧州サッカー界において最強のドリブラーとして名を馳せたベルギーさんの至宝、エデン・アザール。まずはこのスーパースターが台頭するまでの若き日の経歴から語っていきたいと思います。1991年1月、ベルギーのラ・ルビエールで生を受けたアザールはプロサッカー選手であった両親のもと4人兄弟の長男として育ちました。そんなサッカー家系に生まれた兄弟は皆やがてサッカー選手になっているわけですが、特に次男のトルガン・アザールはブンデスでの活躍やベルギー代表にも選出されるなど、兄エデンとセットで語られることが多いですよね。そうしてサッカーと縁の深い環境で育ち、4歳の頃にはクラブに入団したというアザールですが、トップリーグのプロ選手であった彼の母親は初めて息子の才能を確信したのはベルギーで最も優れたチームの一つであるアンデルレヒトのトレセンを受けた時です。息子はトレセンの中でもずば抜けて優秀な選手でしたから、ただまだ幼かったのでその後も地元のチームでプレーさせました。あのままアンデルレヒトに入団していたらどうなっていたでしょうと当時を明かしたように、地元でプレーしていた14歳の頃には当時リーグワンで躍進を遂げていたフランスの名門リールの目に留まり、その下部組織に入団したことを機に国外での挑戦がスタートしたのでした。その後順調に成長を遂げたアザールは07、08シーズンに16歳でトップチームデビューを飾ると、続く08、09シーズンにはリーグ戦30試合に出場、そして09、10シーズンには主に左ウィングの位置で先発に定着すると、重心の低いドリブルや思い切りの良いミドルなど自らの持ち味を発揮し、最終的にはリーグ戦37試合に出場して5ゴール10アシストを記録、リールの4躍進の原動力となりました。そしてリュディ・ガルシア体制3期目の1011シーズンを迎えたリールは夏にセンターフォワードのムサソーを加え、右ウィングにジェルビーニョ、そして左ウィングのアザールとともに433の前線を形成。開幕4連続引き分けと序盤は苦しみながらも、次第にこの3トップが機能し始めた。リーグ戦中盤には13戦無敗と調子を上げ、ついに首位に浮上します。26節ではさっき王者マルセイユとのアウェーゲームに臨み、前半10分にアザールが放った約 30m の超ロングシュートは名手スティーブ・マンダンダの手をかすめてゴールに突き刺さり、その後1点を返されるもアディショナルタイムに勝ち越して宿敵をかわすことに成功。その勢いのままリーグ戦を独走したリールは 5-3-5-4 シーズン以来57年ぶりとなるリーグ制覇を果たすと、リーグ戦7ゴール11アシストの記録以上に強烈なインパクトを残したアザールは自身初のリーグタイトルを手にすると同時にリーグ MVP も受賞する飛躍のシーズンとなりました。そして続く 1-1-1-2 シーズンには背番号10を背負うと、5節サンテティエンヌ戦で4人のマークを振り切って同点ゴール、さらには逆転ゴールを奪うなど彼らのキレは最高潮にあり、リーグ戦全38試合に出場して20ゴール18アシストと得点、チャンスメイクともにリールの攻撃を活性化し、2年連続 MVP を獲得するなど国外からの視線を一層集めることとなりました。当時のアザールについてリール指揮官リューディ・ガルシアは後年、まず目についたのが対人能力の高さとドリブルへの意志だった。1対1の能力は欠失していた。ドリブルばかり従う傾向があったが、17歳という年齢を考えれば理解はできる。練習で彼がベテランたちをチンチンにすると興奮した彼の気を沈めるのが一苦労だったと、その類稀な才能も称賛しつつ、私はエデンにこう言い続けた。君に対して厳しいのは君に才能があるからだと。彼は自らの上限にまで達することができた。私は彼には常に厳しかったし、彼も厳しさを受け入れていたと、練習嫌いで知られた彼に道を示したことを言及しています。また当時レアルマドリードのスタッフを務めていたジネディーヌ・ジダンは今すぐマドリーに連れて帰りたいと、彼の獲得を懇願したエピソードも知られるように、フランスでの4シーズンで頂点に上り詰めた天才プレイヤーにはおのずと次のステップアップへの道が約束されていたのでした。すでにサッカーからパリ・サンジェルマンをはじめとした多くのビッグクラブがアザールに触手を伸ばしていましたが、1112シーズン終了後にはマンチェスター・ユナイテッドをはじめマンチェスター・シティ、トッテナム・ホットスパーなどプレミアリーグのビッグクラブからオファーが殺到。当時リールで同僚であったジョー・コールは彼にはロンドンのチェルシーが合っていると思った、だから彼に言い続けたのさ、ユナイテッドやシティのことは忘れろ、お前のチームはチェルシーだとね、と過去に自らがプレーしたクラブへの移籍を推薦したそうですが、結果的に契約に近づいていたトッテナムがチャンピオンズリーグ出場権を逃したことで交渉は決
列。一方プレミアリーグを6位で終えながらもチャンピオンズリーグを制覇して来季チャンピオンズリーグ出場権を手にしたチェルシーがベルギーの司法を射止めることとなりました。そしてアザール自身は行き先はプレミアと最初から決めていた、プレーしたいとずっと思っていたし、普段テレビで見ていたのと同じかどうか自分自身で確かめたかったんだ、ボールがピッチを縦横無尽に行き交っていて死んだ時間がない、こういう緊張感のある試合を僕は毎週やりたかったと、ブルーズ加入を決意した彼らしいモチベーションを語り、プレミアリーグでの新たなキャリアをスタートさせたのでした。なお当時チェルシーを率いていた指揮官ロベルト・ディマッテオはもちろんエデンには鋭いプレーを見せてほしいが同時に待たなければいけないだろう、彼は若くフランスリーグという全く別のリーグから加わった、チームやリーグに合わせる時間を与えることも必要だと適応に時間を要することを周囲に訴えましたが、迎えた 1-2-3 シーズン開幕戦から先発で出場したアザールは2節ニューカッスル戦でプレミアリーグ初ゴールを挙げるなど3試合で1ゴール6アシストと持ち前の攻撃力を発揮しリーグ開幕3連勝に貢献。この活躍についてアザールはフランスではフィジカル面でタフな試合は数えるほどだった、きついと感じることはそれほどなかった、プレミアリーグの違いはインテンシティにある、休める時間もスペースも全くなくて常に 100% が求められる、リーグワンでは自分の周りで5分ぐらいパスを回して次の数分は守備陣に任せて前線で休むことができていたと、プレミアリーグの過酷さを体感しながらも僕の足は軽いよね、子供の頃柔道をやっていたからどうやって倒れればいいか分かっているんだと屈強な戦いに適応している自負を語ってみせました。実際アザールはこのデビューシーズンでリーグ戦9ゴール14アシストと期待を裏切らない高パフォーマンスを残しチェルシーの新たなスターとなりましたが、13年1月に行われた EFL カップ準決勝スポンジーシティとのセカンドレグでは事件が勃発、この試合でアザールはボールを渡さなかったボールボーイに迫って蹴りを入れたため退場処分になると、その後3試合の出場停止の処分を課されるという破天荒ぶりでもその名を轟かせていきました。そんな1年目から悪気のないやんちゃぶりを披露する大器でしたが、続く 1-3-1-4 シーズンからはかつてクラブの黄金時代を築いたジョゼ・モウリーノが指揮官を再任、攻撃陣にも守備タスクを課す闘将が訪れたことで大きな改革がなされることとなり、アザールも例に漏れず守備意識の改善を説かれる日々が始まりました。そんな中でもシーズン前半19試合で8ゴール6アシストを記録するなど破壊力を増していったアザールでしたが、事件が起きたのはシーズン終盤4月のチャンピオンズリーグ準決勝アトレティコ戦の敗戦を受け、指揮官の守備的戦術に非難の声が上がる中、アザールも僕たちはカウンターアタックをするためだけに試合をやっている、それはサッカーではないと戦術批判とも取れる持論を展開すると、対してモーリーノも彼の守備意識の低さを糾弾するなど両者の対立は深まっていくのでした。しかしモーリーノ体制2年目を迎えた 1-4-1-5 シーズンはクラブも新守護神にティーボークルトは、中盤にセスク・ファブレガス、前線にはジェイゴ・コスタを獲得するなど指揮官を全力でバックアップ、この補強がハマったチェルシーは開幕からリーグ戦14戦無敗で首位に出る好調なスタートを切ると、セスク・ジェイゴ・コスタとの連携が成熟したアザールもパフォーマンスを上げゴール・アシストを量産しました。その後一度も首位を明け渡さなかったチェルシーは最終的に2位マンチェスターシティに8ポイント差をつける圧倒的な強さで0-9-1-0シーズン以来となる5期ぶりのプレミアリーグ優勝を果たし、中でも14ゴール10アシストといずれも2桁を達成するなど攻撃陣を牽引したアザールは自身初の BFA 年間最優秀選手賞も獲得、リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドらに肩を並べるプレミアリーグ最強のアタッカーにまで上り詰めたのでした。なおそのプレースタイルは彼らと似て非なるものがあり、身長173センチと小柄ながら屈強なディフェンス陣をものともしない、お尻を軸とした強靭かつ柔軟性のあるボディバランスは後年も各方面から褒め称えられ、また緩急をつけた鋭いドリブルからのシュートやアシストまでの無駄のない一連のクイックネスと力強さは思わず見とれてしまうほど熟練の域にあったと言えるでしょう。しかしそんな輝かしいシーズンがあらぬ方向に作用したのか、続く 1-5-1-6 シーズンにはこのリーグ MVP と指揮官の関係がさらに悪化、かねてより移籍志願を口にすればトレーニングでの姿勢、また試合中の守備意識など何かと怠慢に映るアザールに対するモーリーノの風当たりは次第に強さを増し、シーズン序盤から先発落ちの機会が増えたアザールはシーズン前半18試合に出場しながら無得点とさっきの見る影もないほど不振に陥りました。そんなエースの大不振に引きずられるようにチェルシーも降格圏付近まで順位を下げ、ついにモーリーノは解任、後を継いだフース・ヒリング暫定監督の下でなんとかリーグ戦10位まで挽回したものの、アザール自身はリーグ戦わずか4ゴール4アシストと非常に厳しい時代を過ごすこととなったのでした。後年アザール自身もモーリーノと最後の半年間は部分的に僕の責任でもあった、タイトルを取った後モーリーノに休暇の延長を頼んだ、それで戻った時万全ではなかった、モーリーノとの最後のシーズンは楽しむことができなかった、全然勝てなくてトレーニングが楽しくなかった、だから僕たちは別れた方が良かったと振り返ったように、チェルシー在籍中でも最悪のシーズンを送ったのでした。そんな不遇かつ乗り切れない時間が経過したアザールでしたが、その後就任したアントニオ・コンテの下では復活の糸口をつかみます。3バックを採用することで知られる新指揮
間は、私は彼をトップ下でフォワードのように起用したい。我々にとっても良い解決策になるに違いない。彼はウィンガーとしてプレーできるのはもちろん、セカンドフォワードとしてプレーできるとエースの起用法について提言。迎えた1617シーズンに新たな3421システムの2シャドウの一角としての出場が増えたアザールは、8節から4試合連続ゴールを挙げるなど復調を遂げると、チェルシーも中盤に現れた救世主エンゴロカンテの目覚ましい活躍などもあって、7節から13連勝と快進撃を続けました。そして24節、チャンピオンズリーグ圏内を争っていたアーセナルとのロンドンダービーで、ハーフウェイライン付近からドリブルを開始したアザールは、マーカー5人を引きつけながら巧みなドリブルで独走、最後は名手ペトルチェフを破って得点を出し、自身でも美しいゴールはいくつか決めてきたけど、この1点は特別だ、アーセナル相手だし試合にも勝てたからね、ベストゴールの一つだよと語ったように、ビッグマッチで披露したキャリアの中でも指折りのゴールの一つとなりました。その後首位を明け渡すことのなかったチェルシーはリーグ制覇を果たし、シーズンを通して好調を維持したアザールも16ゴール5アシストを記録するなど、ザッキの汚名を晴らす成功のシーズンを送りました。しかし続く1718シーズンは12ゴール4アシストとまずまずの成績を残しながら、コンテとの良縁も長くは続かず、シーズン終盤には対立が表面化。29節のマンチェスターユナイテッド戦ではセンターフォワードの位置で偽9番として起用されたアザールは途中交代を命じられると、3時間プレーしてもボールに触ることはできなかっただろうと、またも指揮官の戦術を批判し物議を醸しました。実際同シーズンはリーグ戦5位で終わるなど、成績の振るわなかったコンテはクラブを去る結果となり、続く1819シーズンにはナポリで名声を高めたマウリツィオ・サッリが指揮官に就任。シーズン中にはそのサッリも、彼はクラブと話し合っている、しかしそれ以上のことは私には分からない、彼はまだここに残りたいのか、それとも別のクラブで新たな経験を積みたいのかを決めていないと思う、私はこの状況について何も知らないと語るなど、去就不透明なアザールでしたが、結果的には16ゴール15アシストとキャリアのピークともいえるスタッツを残し、チェルシーでの集大成とも言うべきシーズンを送ったのでした。また2019年5月に行われたヨーロッパリーグ決勝、アーセナルとの同国対決では2ゴール1アシストを記録し、ヨーロッパリーグ制覇に貢献したアザールは試合後、それをお気味上げと言わんばかりに今季限りでのチェルシー退団の意思を表明。約7年を過ごしたチェルシーでは公式戦352試合出場、110ゴール92アシスト、またリーグ戦では245試合に出場し80ゴール61アシスト、これをシーズン平均で換算すると約35試合出場に12ゴール9アシストと驚異的なアベレージを誇っており、いかにコンスタントに活躍したか分かる数字ですよね。そんなプレミアリーグ切手のスターは2019年6月、幼い頃からの憧れだったレアルマドリードへ移籍することが正式決定、キャリアの集大成とも言うべき次なるステージへと歩みを進めるのでした。さてマドリー移籍後の物語について語る前に、ベルギー代表でのアザールの活躍もまとめていきましょう。1990年代はエンツォ・シーフォラタレントを擁し、ワールドカップ常連国であったベルギー代表でしたが、2002年日韓ワールドカップで我らが日本と共にグループリーグを突破した以降はユーロ2004、2006年ワールドカップユーロ2008、2010年ワールドカップユーロ2012と主要大会でいずれも予選敗退に終わるなど、表舞台から遠ざかる時期が続いていました。しかしそんな低迷する代表チームで次世代を担うスターとして将来を嘱望されたのが希代のクラック、エデン・アザールだったのです。そんな同国の至宝はリールでプレーしていた2008年11月に国際親善試合で代表デビューを飾ると、代表初ゴールは2011年10月と約3年を要しましたが、ベルギー代表の一員としても注目を集め始めたのは2014年ブラジル大会のワールドカップ予選でした。シティで成功を収めたベテランバンサンコンパニーをチームの支柱としてアトレティコ・マドリード守護神ティボー・クルトア、トッテナム・ホットスパーのセンターバックヤン・フェルトンゲン、また前線にはエバートンの怪物フォワードロメル・ルカクも台頭するなど、2000年代から協会が進めてきたユース世代育成の成果が結実。中でもブンデスリーガで目覚ましい活躍を披露していたケビン・デブライネも中盤に定着するなど、若いタレントが揃ったベルギー代表は欧州予選で10戦無敗の成績で本大会出場を決め、ダークホースとしてニュースを賑わせました。そんな同国黄金世代の象徴でもあったアザールはナショナルチームでも主に左ウィングを務め、本大会ではグループリーグで2アシストを記録するなど、全5試合に出場して母国をベスト8へ導き、強豪国としての道を切り開いたのでした。その後ユーロ2016でもアザールは1ゴール4アシストと活躍を披露したものの、準々決勝でウェールズに敗退しましたが、彼ら黄金世代がピークを迎えたのが2018年、ロシアワールドカップ。実弟トルガン・アザールも代表入りするなど、多少顔ぶれは変わりながらも、ロベルト・マルティネス監督の下で前回大会の主力を中心に成熟したベルギー代表は欧州予選10試合で9勝1分けと圧倒的な強さを誇り、アザールも同予選で6
6ゴール5アシストを挙げるなどコンディションは仕上がっていました。そして本大会を迎え、グループリーグ初戦パナマ戦でアザールは美しいスルーパスをルカクに届けて1アシストを記録するなど3対0の快勝に貢献。さらに2戦目はペナルティエリア内へのドリブルで PK を獲得して、これを自らが決め先制点をもたらせば、後半には2人のマーカーに囲まれながら後方からのロングフィードを鮮やかに胸でトラップすると、キーパーをかわしてこの試合2点目を決めるなどの活躍でベルギーをグループリーグ突破に導きました。しかし決勝トーナメントではサッカー王国ブラジルを破る快挙を成し遂げたものの、準決勝フランス戦で惜しくも敗退。ただ3位決定戦ではグループリーグ同組のイングランドと再び顔を合わせ、1対0とリードして迎えた後半の82分にデブライネのスルーパスを受けたアザールがゴール左隅に試合を決定づけるシュート。これでアザールは同国史上初の3位入賞をもたらすと、全3試合でマンオブザマッチを獲得したアザールは大会のシルバーボールに選出される栄誉も手にしました。その後ユーロ2020でもベルギーのベスト8進出に貢献するなど母国を強国へと導いたアザールでしたが、やがて自身のクラブでの出場機会減少とともに代表での輝きも失われていくこととなります。万全と言えないコンディションで臨んだ2022年カタールワールドカップではグループリーグ2試合で先発出場を果たすも、結果的には大会ベスト4に名を連ねるクロアチア、モロッコと同居するなど組み合わせにも恵まれず無念のグループリーグ敗退。そして大会終了後の2022年12月、これまで126キャップ33ゴールと歴代屈指の実績を積み上げた同国を誇るレジェンドは、最初に代表引退について考えたのは欧州選手権の後、足首の怪我をして大会に間に合うようにベストを尽くしていたけど、準々決勝のイタリア戦には出場できず精神的に参ってしまったんだ。代表チームでは新しい選手たちがドアを叩いていた。それでも僕はレアルマドリーでプレーしていないのに赤い悪魔に加わってサッカーをする、そういう状況が嫌だった。新しい世代の選手たちもプレーする資格があるからと後進に道を譲る旨を明かし、また自身のインスタグラムでは、いるいないサポートをありがとう、2008年から積み上げてきた全ての楽しい思い出をありがとう、今日僕は代表としてのキャリアに終止符を打つことに決めた、次の世代が控えているからね、とても寂しくなるよと感謝の言葉を綴り、代表でのキャリアに終止符を打ったのでした。繰り返しになりますが、近年のベルギー代表が欧州の強豪国として躍進した背景には紛れもなくこの絶対的なエースの存在があったからこそであり、カタールワールドカップでの停滞は皮肉にも彼の状態が代表の浮き沈みに直結することを示す形となったのでした。こうして10年余り母国代表を牽引してきたスーパースターが去り、これからのベルギー代表はどのような時代を迎えるのか、この喪失感は計り知れないものがあると思いますが、その後の状況も見守っていきたいですね。さて再びアザールのキャリアを振り返っていきますが、サッカーは破談に終わりながらも1920シーズン夏の移籍を後押ししたのは、2019年3月にマドリー指揮官に再任していたレジェンドの存在でした、ジネディーヌ・ジダン。彼をアイドルとして憧れてきたことでも知られるアザールは、彼は2016年のユーロの真っ只中に僕に電話をかけてきて、来てほしいと言ってくれたんだ、それがいつも頭の中に残っていたと、このフランス人指揮官と相思相愛であったことを明かすなど、まさに機が熟したタイミングを迎え、憧れのクラブへ入団する夢を叶えたのでした。なおそんな注目のビッグディールには1億ユーロ、日本にして約130億円に、日本にして約こちらは26億円もの移籍金が動いたとされ、ジダン・マドリーの中心選手としてその期待の大きさも伺えました。また加入当時は背番号10をルカ・モドリッチに譲ってもらうようお願いして断られた話や、チームへの合流時に体重が7キロ増加していたこと、また同会に入団した我らの竹が試合前にあなたのプレーを見ていますと挨拶すると、アザールはいいセンスだと爆笑する様子も報じられるなど、彼らしく微笑ましい数々のエピソードでメディアを賑わせてくれましたよね。そんな成り物入りで迎えられた当時のマドリーでは、ロナウドの後釜として奮闘中のヴィニシウス・ジュニオールや負傷離脱となったマルコ・アセンシオらが左ウィングを務めていましたが、アザールも開幕直前にハムストリングを負傷してポジション争いに出遅れる形となりました。ただ負傷から復帰して迎えた1920シーズンの4節レバンテ戦でラリーがデビューを果たしたアザールは、8節のグラナダ戦では移籍後初ゴールを記録するなど徐々にチームに適応。しかしこれからという時に迎えたチャンピオンズリーググループステージのパリ・サンジェルマン戦、左ウィングで先発出場したアザールは試合中ベルギー代表の同僚トーマス・ムニエと足が絡まり転倒、彼がドリブルで反転するシーンではよくある光景であり、ムニエ自身も正直に言って悲しい、彼のチームメイト 2,3 人と話をしたが彼はかなりのダメージを受けたと言っていた、彼の怪我があまりにも重くないことを願っている、怪我をさせたくない選手がいるとしたらそれはエレンだと、全く悪意のない接触でしたが、これが思いのほか右足首外部不全断裂と、以降長きにわたる故障の連鎖の引き金となり、ムニエは以降致命傷を負わせた加害者
として非難を受けていくこととなりました。ただ療養中の年明けには、移籍してから最初の 2,3 ヶ月は苦労したけど、ジダンのおかげで良いプレーができるようになった。選手の気持ちを理解してくれる素晴らしい指導者だよ。僕よりも上手いしね。僕はここに来るまでの3年間でコンテやサンディのようなイタリア人監督の下でやっていたけど、正直今と比べるとあまり楽しくはなかったと、新天地での充実感を語るアザールでしたが、復帰から間もない2020年の2月には右足腓骨の亀裂骨折で再びチームを離脱。結局スペインでの1年目はリーグ戦わずか16試合出場で1ゴールの成績にとどまるなど、不本意なシーズンとなりました。その後はご存知の通り、1シーズンを万全なコンディションで送れることはなく、プレシーズンのたびに復調への期待と諦めの声が同時に聞かれる、何とも言い難い状況が続く中、覚醒したビニシウスが左ウィングのファーストチョイスを確保。憧れのジダンの下での悶々とした日々については、その胸中が忍ばれましたが、やがて高級鳥の狩りには例年のように放出の噂も聞かれるようになり、2023年夏にはいよいよマドリードの契約解除が発表。在籍した4シーズンの間、公式戦76試合に出場してわずか7ゴール12アシストと、その進化は発揮されないままマドリードのキャリアは終わりを告げました。さらに無所属の身が続いていた2023年10月10日、ついにその日は訪れました。アザールの現役引退。32歳と現代では早い年齢での決断となったアザールは、自身の SNS において自分自身の声に耳を傾け、適切なタイミングで辞めるという決断を心得なければいけない。16年間で700試合以上に出場してきたプロサッカー選手としてのキャリアに終止符を打つことにしたと引退の事実を伝え、またヨーロッパそして世界中のピッチでプレーし楽しむという夢を叶えることができた。キャリアの中で素晴らしい人々、監督、コーチ、チームメイトに出会うことができた。僕がプレーしたリール、チェルシー、レアルマドリード、そしてもちろんベルギー代表にも改めて感謝の気持ちを伝えたいと思う。家族、友人、アドバイザー、そして良い時も悪い時も僕のそばにいてくれた人たちに特別な感謝を。最後に、これまでプレーしてきた全ての国でずっと僕を応援してくれたファンの皆さんに心から感謝したい。今は家族や友人と楽しみ新しい経験をする時だ。ピッチの外でまた会おうと、これまでサッカー人生を共にした周囲の人々やサポーターへの感謝の言葉を綴り、輝かしい現役生活へピリオドを打ったのでした。ここまで語ってきたように、リーグアンやプレミアリーグで残してきた実績を鑑みれば、マドリーで過ごしたキャリア晩年は尻すぼみの印象が強く、残念な約4年間ではありましたが、それでも彼が現役生活で残してきた輝きは焦ることはないでしょう。かつて恩師であり難しい関係にあったモーリーヌは、ひどいトレーニングをしている素晴らしい選手だ、彼は毎朝ピッチに立っているがあまり働いていない、もし彼がトッププロだったら今頃どんな選手になっていたか想像できるだろう、彼は信じられないほど家庭的な男で今の世代の選手には珍しく思える、とても静かな性格で自分の家族や子供、両親に愛情を注いでいるんだ、穏やかな生活を送る選手だね、と彼の一長一短を端的に表しましたが、一見楽観的で穏やかながら試合では恐ろしいまでの集中力を発揮する独特なキャラクター、そしてその見せるプレースタイルは周囲の関係者そして世界中のサッカーファンをうならせ愛されてきました。そんな希代の名手との別れは不条理もありますが、引退発表後ウェストハムでアシスタントコーチを務めるケビン・ノーランは、32歳という若さで引退を決意したのは正直に言って残念だ、なぜならあれほどの能力がある選手であればトップレベルであと何年もプレーできると信じているからね。モイーズ監督がどう思うかは知らないけど、もし彼がトライアルに行きたいというのであればもちろん歓迎だ、私は彼にかけてみたいと思っているんだと、早速ラブコールを送ったことが報じられるなど、一転して現役復帰となれば嬉しい限りですけどね。いずれにせよ、この十数年にわたり世界のトップを走り続けてきた彼のプレーはやはりリスペクトの極みであり、多くの興奮を与えてくれましたが、今後彼が進む道そしてこれからの活躍もしっかり見届けていきたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回の動画では先日現役引退を発表したベルギーが生んだ天才ドリブラーエデン・アザールの輝かしい足跡を語ってきましたが、いかがでしたか。小柄な身長ながら密集地帯で発揮する俊敏性や屈強なディフェンス陣をものともしない体幹の強さ、そして創造的なプレースタイルは観衆を魅了し、この十数年のサッカー界を代表しました。またそのキャリア晩年はやはり怪我に悩まされ、本来のパフォーマンスを見ることができなかったのは惜しまれる限りですが、キャリア晩年が面白おかしく取り扱われがちなのも彼の個性的かつ自由奔放なキャラクターがなせる技だったと言えるでしょう。さてそんなアザールが今後どのような形でサッカーと関わっていくのか、プレー以外でも様々なエンターテインメントを披露してくれたベルギーの至宝の活躍にこれからも期待して追いかけていきましょう。クラックフットボールではこれからも海外サッカーの情報は逐一取り上げていきますが、彼のような一時代を築いたサッカー選手の歴史についてもこれからも取り上げていければと思います。面白いと思われた方はチャンネル登録と今後の動画もお願いいたします。それではまたお会いしましょう。